田中明だな、はい、家宅侵入および窃盗容疑で逮捕する。ひもかうどんください。やだ、あの人は空き巣、指名手配とかされてたんかね。あー、パトカー乗っちゃった。あー、逮捕ってあんな地味な。テレビと違うよね。すみません、すみません、ひもかわうどんはないですか。はい、2つください。はい、ひもかわちょうど売り切れちゃって、今朝入荷して。よかったね。本当によかったです。袋いらないです。はい、どうも。お願いします。あの、はい、乗ります？乗りません。山に UFO でも落ちてこないですかね。そしたら大繁盛だ。 UFO は落ちてこない方がいいですよ。上手に着陸して UFO ホテルとかどうですか。それいいね。とてもいいな。お腹の模様もうまく描けたね。これ誰？ママ。そうか。これ誰だっけ？パパ。とことこと帰ってくれペンギン。あの感じ描いてみる？描いてみて。描いてみて決めよう。ね。兄。で姉。ボスザルはあれかな？だから。その中で好きなやつをこの好きな色使って一発で下書きはなし。分かった。先生、おにぎり。え？もうすぐお昼の時間だよ。食べてもいい？そうだったか。いいよ。ゾウっていい色してるよな。この間の反対色に白を混ぜてゾウの灰色作ってみようか。じゃあ青とダイダイ色混ぜてみる。うん。お弁当食べてからやろう。はい。ゾウの泉ちゃん描くんだろ。なんか泉ちゃんが一人でかわいそうになってきた。泉ちゃんのお父さんとお母さんはどこに行ったの？どこに行ったかは分かんないけど、もう死んじゃっただろうな。今日ゆうくんは泉ちゃんをいっぱい見た。うん。ずっと見てた。うん。泉ちゃんは50年くらい前からずっと一人だ。でも今日泉ちゃんは寂しくないよ。ゆうくんが見てるから。 4B で書こうか。貸してごらん。鼻がこの辺かな。うん。で目は小さいね。
久しぶり。結婚しよう僕と。桐生って山が近くてびっくりした。住んでる時は全然気づかなかったな。あとやっぱり風の音だな。重低音っていうかボディソニックっていうか、やっぱり他にはないすごい音だ。その藁は餌？それとも餌じゃなくてベッド、昼寝用の。君の？先月帰ってきたんだ。実家に？いや、絵の教室に住み込みでバイトしてる。ほら、そこの絵の教室に住んでるんだ。子供の頃一緒に通っただろ。絵の先生が奥さんと一緒に旅に出て、その間だけなんだけどね。確か小学校の美術の先生になったって聞きました。辞めたんですか？うん、辞めたんだ。辞めていろんなことをした。どんなこと？本当にいろんなこと。イラストを描いたり、配管工事をしたり、サラリーマン、それから八百山やった。すみれちゃん飼育員になったんだ。先輩なんで帰ってきたんですか？長靴すごく似合ってるよ。14年も経って先輩なんで帰ってきたんですか？君と結婚するためだ。なんでそんなこと言うかな。14年前も結婚してって言って、それで先輩消えた。消えてないよ。君に振られたから去っただけだ。私高校生だったんですよ。結婚できるわけないじゃないですか。僕も大学生だった。でも14年前の気持ちは本物だったって今分かったんだ。やっと分かったんだ。結婚しようって、それって先輩の殺し文句ってやつですか？殺し文句？上等手段？犯行手口？なんだよそれ。私先輩が結婚詐欺師だって知ってるんです。指名手配の張り紙も見ました。あれ名前違ってるけど佐山先輩ですよね。僕が結婚申し込んだのは今と14年前と2回だけだよ。両方君にだ。十分前だけど刑事がうちに来ました。あのテレビのみたいな本物のやつ。あ、それ偽物だ。本物の刑事ってすごく地味なんだ。最初青は少しにしといた方がいいぞ。そう、でそこに少しずつだいだいを加えて、そう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 。いいよ。これ何？これお家。お家。オッケー。じゃあこのお家の屋根もさ、色ちょっとつけてみる？周りの木も描いてみようか。ね。オッケー。じゃあもうちょっとやってみようか。はい、行きましょう。よし。
それゾウの泉ちゃんのご飯ずいぶんいっぱい食べるね。あの夜中に聞こえる声ってなんだか分かった？君のうちにも僕のうちにも動物園の下に住んでると夜になって寝ようとするとき不思議な声が聞こえてきたよね。あれはライオンのいびきでした。そうか。帰ってきてまた聞けて嬉しかったのはライオンのいびきだったのか。夜の動物園は好きです。このままここに住みたいくらい。私人といるより動物といる方が好きなんですよね。なんで私のこと思い出したんですか？私の何を思い出したんですか？僕は君のことを思い出すとき、いいことばっかり思い出すんだ。なんか嫌なこととか全く一つも思い出せない。雨の日は必ず履いてた長靴とか、茶色いパッチンの目、地味なワンピース。なかなか笑わないから時々しか見えないけど、白くて大きな前歯、いつも怒ってる顔、全部いいことばっかりなんだ。それ全部私のダメなところです。私怒ってるんじゃなくて、なんかこう普通の人みたいにうまく笑えないだけなんです。笑うのにうまいも下手もないよ。結婚したらロサンゼルスに住もう。一緒に寿司職人をやろう。大好きな長靴も履けるぞ。立ってるところも泳いでるところも上手に。先輩も全然笑ってないじゃないですか。顔が怒ってますよ。だから私も絶対に笑いません。騙されません。でも先輩、指名手配ってどんな気持ちですか？幼児期から少年期に入ってきたっていう感じですよね。でこの体と足のバランスなんですけど、この先生さよなら。ありがとうございました。ちょっとここで待ってて。分かった？動いちゃダメよ。終わったね。入ってきちゃダメです。ダメ。私絶対先輩とは結婚しません。ロサンゼルスも行きません。ひもかうどん。え？ひもかわうどん、好物だろ。君の好物だろ。なんでそんなどうでもいいこと覚えてるんですか？今日僕の特製を作るよ。茹でたてを食べさせるから。うちによって絵の教室に。今日何時に終わるの？4時。じゃあ4時15分ちょうどに来て、そこでひもかわを茹で上げる。私絶対行きませんから。ひもかわ食べません。先輩さん二度と会いませんから。ゆうくんおいで。お茶しない？もうすみません。はい、これどうぞ。どうも。去年夫が死んじゃって、私一人だからね。
象の泉ちゃんのことが気になってね。これ確か泉ちゃんの好物でしょ。はい、好物です。あげてください。一人は寂しいからね。ありがとうございます。好物を覚えててくださって。さよなら。さよなら。はい。チャイルドシッターの鈴木です。ゆうくんのお迎えに来ました。電話で聞いてます。ご苦労様です。ありがとうございます。今日仕上がったので、はい、絵はゆうくんのリュックに入ってます。ありがとうございます。すごくいい、すごくいい像が描けました。で、来週も動物園なんで。あ、ゆうくん乗っちゃダメだ。ゆうくん、してるわけないだろ。先生バイトだから適当にやってると思った。僕は本気だよ。今何してるの？うどん茹でるところ。いや、仕事のこと聞いてるんだけど。うどんってあれか、きしめん？君の得意の。ひもかだ。ひもかはうどんだ。きしめんとは全く違うものだ。あ、そうか。分かった、分かったよ。電話してくるなんて珍しいな。頼みがあるんだ。それも珍しい。でも僕も言うことがある。離婚して結婚して、それから地域を統括するジェネラルマネージャーに昇格した。驚いたか。結婚4回目か。驚いた。じゃあそのジェネラルマネージャーにお金を貸してもらいたいんだ。結婚してロサンゼルスに行く。それは唐突だ。結婚とか君の口から聞くのは初めてだ。結婚詐欺師なのにな。はっきり言って僕は君のこと信用してないよ。でも金は貸す。君にはとても大きな借りがあるから。そうか。僕は死ぬほど働いて金なんていっぱいあるんだ。そうか、ありがとう。君は本当の結婚をするためにまた演技したのか？もう演技はしない。じゃあどうやって相手を信用させた？嘘をつくのは簡単だ。本当のことってなかなか信じてもらえないな。でも結婚する。僕の中はいつも空っぽだった。だけど今はちゃんと戻ってきてるんだ、ここに。本当の僕が。せっかく本当の君が戻ってきたのに高飛びか。さよならだ。うん、さよならだ。よし、オッケー。
完璧だ。違う気もするけど。そうだったかね。おい、紐が伸びるぞ。ちょっと、死んでる？スミレちゃん。笑った。